はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、サムネイルのタイトルに、ちょっとおかしいでしょうというふうな言葉からスタートさせていただいています。日本で解説なでしないということでですね、それほど Waves のスタジオラック V14、これは素晴らしいソフトです。なのに、日本語解説がほとんどされていません。もちろん V14 までのバージョンも そうだったんですけれども、この V14 は別格です。今日はどんな話の流れで進めていくか、ちょっとメニューを作りましたので見てください。Waves のスタジオラック V14 は VST3 が全部使えるということです。Waves のプラグインこれは一緒に組み込めるんですけれども、Waves のプラグインの方が逆に相性が悪いです。 なぜなら僕なんかの Waves プラグインの大型のバージョンは v 級ぐらいの時にとてもたくさん買って10111213はあまり持っていないんですけれどもそのような感じで少しずつ自分の使うことが多いものだけアップデートをしてきたので案外古いんですね。古いのプラグインは このスタジオラック V14 を使うとエラーがありまして落ちてしまう場合があるんです。もうスタジオ1自体がハングアップしてしまって画面が突然落ちてしまう。そういうエラーもあるのでそこはできたら w e さん。エラーはあってもしょうがないですけれども改善してほしいところです。でも何せ VST3 が使えて そしてパラレルのルのーティング処理ができる、まあ、これが何せすごいんですけれどもそしてマルチバンドで処理ができるそしてマクロのオートメーションが作れるこれが今日お話しする4つの項目ですでも皆さんにまだ何をするものかということを言っていませんだから何の話始まったのかなと思われている方もおられると思いますが ウェイブスのスタジオラックはこんなソフトウェアですちょっと新たなトラックを作って入れていきましょうオーディオトラックのステレオこれを作ります分かりやすいように赤にしておきますここにウェイブスのスタジオラックを入れてみましょうはいこのようにインサートします 出てきました。いわゆるプラグインを入れる箱です。そう言ってしまえば、スタジオワ o n e の機能の中にも、このようにプラグインが入っていまして、そしてそれらはチャンネルエディターというので、このように一覧で見れるわけです。それと何が違うのと皆さんお思いでしょうが、これは単に入れる箱ではありません。 まずは一つ目の項目でした VST3 が全部使えるというお話をしますこのソフトのインストールの仕方をざっくりだけお話しします概要欄にも貼っておきますけれども Waves のアカウントの作り方これを見ていただいて Waves でアカウントを作っていただきますそうしまして今度は Waves のサイトに行きますと スタジオラックの入手方法こういうのがありますので Waves Central というインストレーションのプログラムをダウンロードしてそしてインストールをしますどんなソフトかというとこんな画面のソフトです僕の場合 My Product というところに自分の持っているプラグインがこのように表示されています皆さんスタジオラックをインストールするときは All Product これを見ていただいて上の検索窓からスタジオと英語で打っていただきますするとこのようにスタジオラックということで V14 のソフトが出てきますここで先頭の部分にチェックを入れたりすると右側にインストールができる窓が出てきますのでここでインストールをすればいいということになります イイインンンスストトーールルをしまししまたら通常のプラグインとしてインストールがでできるわけです僕はもう VST3 のプラグインがスキャンできてるんですけれども初めてした時はこんな状態になりますここに VST3 というのがありましてスキャンプラグインというのがありますこれをしたのと同じような画面が出てきますこのように プログレスバーがずーっと進んで皆さんのお持ちの VST3 を読み込みますそしてクローズしますそうしますとここにプラスのマークがあるのでここで検索をしていただきます僕の場合プラグインアライアンスの PQ というようなイコライザーを持っていますここで PQ と打ちますすると一発で VST3 の中に SPLPQ というのがあることがわかります。これを選択します。すると、このように PQ が入ってきます。もう一つぐらい他のものを入れてみましょう。次のラックに、ここで BX と打ちます。今度は AMEC9099 というチャンネルストリップ。これを選択します。このように出ました。 ララックににこのようにプラグインが入れていけけるわけですただしこれであれば何もこのラックに埋める必要はあまりないです FX のチェーンを管理できるという以外はあまりメリットがありませんここから今日の課題の2つ目の話パラレルルーティング処理というのをお話しします例えばこのプラグインを消す時 これは右クリックをしましてリムーブプラグインこれを選択するとこのように消すこともできますプラグインの移動はこうやって動かすだけですいろんなことがこのように簡単にできますしこれももう一度削除しますでは今日の一番伝えたかったことをお話ししますここでプラスマークを押しましてパラレルスプリット というのを選択します,するとこのようにまたサブラックが出てくるわけですこれでここにプラグインを入れます例えばイコライザーこれを入れますそしてここにはボーカル用のエフェクトを入れますノベルテックのボーカルエンハンサーこれを入れたいと思いますはい こういうようなソフトウェアです。そしてスイッチをここで入れます。これは最大8個まで入れることができます。上のタブをプラスします。3つ目入れれました。今度はコンプレッサーを出してみましょう。SPL アイアン、これを入れたいと思います。はい、これで3つのプラグインが 並列でできるようになったわけです並列でです並列きるってどういうことかというとここにドライミックスがありますここで EQ をかけたいと思いますはい先ほど一番上のところにあったこのボーカルのデータを下に持ってきますそしてこのスタジオラックとは別に RX10 のノイズ処理だけは入れてあります ちょっと聞いてみましょう。スタジオラックの BX2098EQ。これでハイの部分をかなり上げています。バイパスと聞き比べてください。元の状態です。今度は入れます。かなりくっきりしていますね。これでイコライダーがかかったわけです。 このスタジオラックの各ラックにはドライミックスのフェーダーがあります。ですからこの状態ででもかかり度合いというのを変えることができます。落とします。 かき氷が降ってきた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 ,きてきたはい、どうですかプラグインを開かなくても度合いの調整ができるということですでは、これにコンプレッサーをかけていきましょうスレッショルドを上げていきたいと思います 「かきごおが降ってきた頭の上にも降ってきた」「き氷が降ってきた頭の上にも降ってきた」「き氷が降ってきた頭の上にも降ってきた」「き氷が降ってきた頭の上にも降ってきた」 「かき氷が降ってきた」「頭の上にも降ってきた」「かき氷が降ってきた」今度は真ん中にボーカルエンハンサーがありますこれをチェックしてみましょうほぼかかっていない状態から徐々に上げていきたいと思います「かき氷が降ってきた」「頭の上にも降ってきた」 かき氷が降ってきた頭の上にも降ってきたかききき氷が降降っっててたた頭の上にも降ってきたはいこのように高音部分を強調するこれがボーーカルエンハンハサーですこれもプラグインを出していない時もここでかかりを調整することができます かき氷が降ってきた。頭の上にも降ってきた。かき氷が降ってきた。頭の上にも降ってきた。かき氷が降ってきた。はい。こういう状態です。パラレルでできるということは、プラグインを出さないででも、イコライザー、そしてボーカルエンハンサー、 コンプレッサーこれのかかり度合いをここで調整しながらバランスをとって引いていくことができるということです。これってすごくないですか通常ならイコライダー開けてそれを修正するこのようなことをしないといけないわけですがある程度のラインさえ作っておけばここでそれを変えていけるということです。 かきき氷が降って「頭の上にも降ってきた」「かき氷が降ってきた」このパラレルスプリッツのラックの組み替えのような順序を変えることも簡単です例えばこのボーカルエンハンサーをこちらの方に持ってきますそして SPL アイアンをこちらに持ってきます このように組み換えが簡単にできるわけです。また、それぞれのバイパスというのがこのようにできます。さらに、インプットのゲイン、これを変えることもできます。なおかつ、位相の反転、これが可能になっています。ソロで聞いてみるということもできるわけです。例えば、このように聞いていまして、

頭の上にも降ってきたかき氷が降ってきた頭の上にも降ってきたはいこんな風にパラレルスプリットのラック自身を変えるようなこともできるわけです例えばイコライザーの二重掛けなんていうのもこんな風にできます。ここでコピーをしておきます。 そししてラックにペーストしますするとこんな風に二重でイコライダーをかけることができますのですごく強調されたハイになりますこれはむちゃくちゃなことですけれどもこんなこともできるわけですそして度合いを緩めることもできます「頭の上にも降ってきた」 頭の上にも降ってきたじゃあ今度はパラレルの話からもう一つの機能例えばこの中でマルチバンドコンプレッサーが作れるということですこのようにしましてマルチバンドのスプリットこのようにしますと周波数帯で このように変えていけます。真ん中にある今92となっているのがクロスオーバーの周波数です。左が 92Hz 以下、右が 92Hz 以上ということになります。このバンドは最大5つまで調整することができます。ではこの状態で先ほどの SPL のアイアン、これを入れたいと思います。はい。これを、 各周波数にコピーをします。コピーをしましてそしてここに貼り付けていきますもちろん使わない周波数があっても大丈夫ですこうすればマルチバンドのコンプレッサーができることはもう皆さんの頭の中でも容易に想像ができていると思いますそしたら パラレルスプリットを一旦切ります。ここでもラックの一つ一つのバイパスを決定付けることができます。今かなり奥まりましたね。もう一度、パラレルスプリットを入れます。このような さらにこのソフトウェアはこの「All」というタブでプログラム全体を見渡すことができますこの左にあるのがマクロロコントロールです。例えばここでパラレルスプリットの EQ を見てみましょうちょっと一つ切りますそうしましてここに「+」プラスということで「 このパラレルスプリットのイコライザー。これのハイミドルのゲイン。これをですね、操作します。こんな風にマクロコントロールに割り付けられたわけです。そうなるとここにイコライダーを出しましたが、このダイヤルを回すと、はい、右側よく見ててくださいね。はい。このように。 コントロールができるわけですですからこれでオートメーションも書けます例えばこのダイヤルを左の上にマクロ1というふうになっていますこれをこの赤のトラックに持ってきますするとこのようにオートメーションラインが出てきましたここで鉛筆のツールでここにオートメーションを書きます強く 弱く、強く、弱く。こんな感じのオートメーションが書けるわけです。そうなると、これを見ているとですね、こういうことができるわけです。ちょっとボリュームが小さかったですので、もう少し大きくしておきます。 「かき氷がふってきた」「頭の上にもふってきた」このようなこともできますしもうのっけからこのパラレルスプリットのオンオフを切り替えるというようなこともできます。パラレルスプリットのオンオフこれを制御するようにします。そしてこちらは一旦切っておきます。ここで オンオフをするとどうなるでしょうかこのマクロをここに持っていきますそしてオンオフですからこのようにオンにしたりオフにしたりこんなことができるようになるわけですではやってみましょう「かき氷が降ってきた」「頭の上にも降ってきた」「氷が降ってきた」 いわゆるラック単位にオオオーートメーションンで効果をオンオフすることもでできるわけですこのパラレルルーティングとマルチバンド処理をうまく複合的に使うとかなり変わったエフェクトのかけ方ができることはもう皆さんの中でも想像がつくと思いますしその複雑な処理も 今やりましたように Waves ではマクロ機能と呼んでいますけれどもオートメーションを使って自動化するというようなことまでできるようになるわけです皆さんはこの素晴らしい機能が革命的に思いませんか僕はそんな風に感じて友達とかにもこれはすごいぞというお話をしました僕の周りの DTM をやっている人は この凄さが分かってくれました自分ができるかできないかなんとなく難しいところを覚えるということとそして今までの概念とは違うパラレルでつなぐということはミックスが各ラックでできるということで先ほどから強調しましたようにプラグインをいじらなくってもかかり度合いというのをこのように操作ができる だから耳で聞きながらもう少しコンプを強くしようかもしくはボーカルエンハンスを上げていってみようかこのようなことができるわけですとっても時短につながりますし今までは無理だと思っていたような処理ができるようになるということです皆さんも無料で配布されてるわけですから是非この Waves のスタジオラック v 僕はこの V14 を強調したいですこれ今までのように Waves のプラグインしか使えなかったら僕の気持ちとしては半減するんですけれども VST3 が使えるということでこの機能はとってもグレードアップしたように思います海外の解説 YouTuber の人とかはこのスタジオラックを僕と同じように とっても素晴らしいものとしてご紹介していますがなぜか日本の解説サイトでは全くと言っていいほど、スタジオラックのことを取り上げていませんこんな素晴らしいノウハウをせっかくの DTM の中で活かしていけないというのはもったいないと思いますので是非これを聞いてくれた皆さんは一度チャレンジして DTM の手法に全く新しいスタジオラックを活用していただいて便利な音楽制作にチャレンジしていただきたいと思っています。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。